意地と誇りが激突する長崎ペーロン選手権大会。目指すのは頂点。準決勝、決勝まで行くけんな。頑張っていけ。会に魂を込めた福田東部チームの戦いです。ドラと太鼓の音に合わせ一斉に漕ぎ出します。先頭は深堀、福田東部は3番手から追い上げを図ります。ターンから後半の勝負に。1着でゴールしたのは金海。熾烈な2着争いも。福田東部は4着。準決勝への道は敗者復活戦で2位以内に入ること。福田東部崖っぷちです。頭にしてやれ。練習が始まったのは3月。3月には週4日だった練習は7月には週6日のペースで行われていました。てっぺー、浅いぞ、押し込め。想像を絶する猛練習。そこには大会にかける思いがありました。去年は13位中13番です。一番最下位。今年加入した新人8人とともに一糸乱れぬ貝さばきを目指してきました。ハードな練習は大会2日前まで続いていました。練習後の食事は必勝を誓う験担ぎのカツです。大会で使う真新しい船には書き止まりの文字。漕ぎ手不足で参加できなかった福田西部チームから借りたものです。借りるときに必ず決勝に行ってこいよっていう言われ方をしたんで、その気持ちも込めて福田東部として頑張っていきたいと思います。仲間の思いも背負った戦いです。大会の一般対抗レースには地区の代表など16チームが出場。予選と敗者復活戦のそれぞれ上位2チームが準決勝に駒を進めることができます。予選4位で敗者復活に臨む福田東部チーム。一番会を務めるのは片山翔吾さんと牧島美穂さん。歴史ある大会で女性が一番会を務めるのは初めてのことです。好スタートを切った福田東部、優位にレースを進めます。しかし折り返しで大回りに。その隙に他のチームに追いつかれ三つどもえの状態になります。頑張れ。
これまでの練習を信じて、そして仲間を信じて。努力は結果として現れました。続く準決勝、決勝進出はならず、福田東部の暑い夏が終わりました。悔しさ半分、なんか来年マジ決勝行きたいなっていうのはあります。やりきった感はありますけど、やっぱまだ完璧じゃないんで、来年につなげれるように、来年につなげれる正論かなって思いました。固い絆で限界に挑んだ5ヶ月間、戦いの後に残ったのは頂点へのさらなる熱意でした。今年かなわなかったその思いを乗せたまま、ペイロン戦は来年の夏を待ちます。文字通り熱戦が展開されたペイロン選手権ですが、福田東部チームが出場した一般対抗レースは野茂崎が大会3連覇を果たしたということです。